お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか。気にしな。あんたんどこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。西谷のええダチになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。でもしたんか。お前に会いに来たんや、西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島くんに会いたい思っとったとこなんやで。ああ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島くん、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でもケリつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠をさらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島くんでもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何者や。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか、誰なんや。
あの西谷さん、これ。ああ、そや、酒買うてきてくれるか。せっかくの来客や、ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。どないなっとんねん、ここは。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんともそうちゃうか。あ、せやけど、ここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら、そないなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何も言え。そやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれば相手やもんな。教えてあげようかな。けど、どないしようかな。おとなしくはかんと、今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとあじ、ごっつい期待してしまうで、真島くん。この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうんや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。ドクドクするわ。さすがや、わしますます真島君に惚れてもうた。あんた、ほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたや。最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな、聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ、真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、誠ちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。日教連？東城会の直系組織や。東城会直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。そらそや、表向きには東城会の大門を掲げとらん裏の組織や。誠ちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁、世良マサルや。世良マサル？数日前に世良が日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東城会の勢力が二つも誠狙っとんの？二つ？俺に誠を殺すように命令出したんは島野の親父や。島野中東東城会の島野か。なあ、
セラモシマノも登場会で。ほんなら登場会ついでや、わしも教えたる。あ？わしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。堂島組？せや、これまた登場会の直系や。セラの日教連、お前に命令下した島の組、ほんで堂島組、三つ全部登場会や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、登場会の内輪もめなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れとる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。まこと取り返しに行くに決まっとるや。無理や。あ？真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと。登場会の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもあしゃ殺しやなくて柄を押さえて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園。まあ、いや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんねん。でなんや、その椿園っちゅうのは。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天やって店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街。ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話は日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さてほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おいおまるさん、出してチェックアウトや。真島君も一緒に出るで。
なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。お茶。逃げや。西谷。なんやねんな。お茶。お前。ビリケンさんには用意してもろたんですがね。娘が大学行きたいなんて言うもんでして。ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。感じやないかい。にしたな。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん。真島君、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ。思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。まことっちゅう女を生かした責任きっちり取っとらんかい。行けや。まじめ。許してくれ。頼む。